はい、どうも中年オタキです。今日はね、以前から、ご要望がありました、銀影写真のね、作例をたくさん上げてくれっていう要望がちょっと入ってまして、それに結構いいねもついておりましたので、ご要望にお答えして、銀影写真の作例をねたくさん上げていこうと思うんですけども、まあ銀影写真だけではつまんないし、大した数撮ってないんでね、そんなに作例上げれないんで、デジタルも上げていきます。デジタルは一番最後になりますけど、ね、でぶっちゃけた話、結構ね奇質の画像も多いです。奇質の写真も多いですし、大した写真はありません。ね、僕ね、その綺麗な写真を撮りたいというよりは楽しく写真を撮りたい派なんで、仕上がりは結構どうでもよかったりします。まあそれはね、いい写真をね目指すのには間違いないんですけども、できればね、いい写真は目指したいんですけども、撮ってて楽しい方がいいんでね、そっちの方になっていきますんで、まあとりあえず今日はこんな感じでスタートしていきます。はい、本編スタートしました。まあとりあえずたくさん写真をアップするんで、まあ時間も結構かかるんでじゃんじゃんいきますよ。まずね、オリンパスペン EE、オリンパスペン EE のね初期型の、カメラで撮った写真からいきます。これはねもうたくさん枚数が撮れるんで、たくさん枚数撮ってるんですけど、たくさん枚数撮れるもんで適当に撮っちゃって、あんまりいい写真が残ってないです。まあとりあえずちょっとオリンパスペン EE の写真からです。はい、どうでしたでしょうか。ペンのね、画像ってね、一応ね、レンズはシャープに、すごくシャープに撮れるんですけども、まあ、ハーフサイズのカメラということでね、相当シャープに撮らないと、やはり、フィルムのサイズが半分になってしまうんで、眠たい写真になっちゃうんですね。で、フィルムの感度もね、高いものに上げると、粒子が荒くなるので眠たい写真になってしまうし、かといってフィルム感度が低くて絞りが空いてしまうと、またこれシャープじゃない写真が撮れてしまうというね、悪循環があるんですけども、ハーフだけにね、ピント合わせも何もいらないし、ポンで撮れるんですけども、ちょっと難しいところがあります。じゃあ次はオリンパス続きで、オリンパストリップ35の写真です。はい、トリップはね、古いカメラなんですけども、レンズコーティングとかもちょっと現代的なものが入っているのか、まあこれ今見てもらった写真のね、ひまわりの写真なんですけど、カラーバランスも綺麗に撮れてるように見えます。私の目ですからちょっと当てにはならないんですけどね、色があんまり見えてないんで、ただ昔のね、そのキャノンのレンズとかに比べるとカラーバランスは綺麗に撮れているように見えます。で、トリップもね、やはり自動で露出を合わせてしまうので、あんまりね、その中途半端な明るさの時、夕暮れとかね、の時に、シャッタースピードがギリギリ250で残ったりすると開放で撮れてしまうんで、やっぱりピントが甘い写真になりがちです。また目測カメラですんで、ピント合わせが結構難しいんでね、できればね、晴天日中に撮った方がいい写真が
撮れるカメラだと思います。はい、次は EOS-1NHS でいきましょうか。キャノンのね、昔のフラッグシップカメラで撮った写真です。EOS-1NHS はね、一応持ってるんですけど、あんま動いてないんですね。まあ、言うたら、そうですね、何もせずにね、結構簡単に撮れてしまうっていうこともありまして、苦労しないんでね、ピント合わせもすごい秀逸ですし、古いカメラにしてはね、ピント合わせも早いです。5点即挙なんですけど、5点即挙、そのまま活かしておくとすげえ、遅いし、縦位置なんか絶対ピントが合いません。だから私は中央一点にして、ピント合わせた後 AEF ロックした後に、画角を変えて、その構図を変えて撮ってますね。じゃあ次はね、ニュー F1 いきますか。ニュー F1 はリバーサルの写真が多いです。ニュー F1 いきます。僕のニュー F1 ね、ニュー F1 どこだニュー F1 はね、これね、スポット速攻にしてあります。フォーカシングスクリーンを、スポット速攻にすることによって、スポット用にすることによって、スポット速攻にしてあります。なぜかっていうと、リバーサルを撮ることが多いんで、やっぱ露出を完璧にしたいっていうのがありまして、で中央部重点平均速攻とかだと微妙にね、その露出に読めないんで、スポットにするとね、もうここだけは絶対露出が合うよっていうね、撮り方ができるんで、スポット速攻にしてます。はい、ニューF1は、で次はデートマチックいきましょうか。ちょっとね、マニアックなカメラですよ。はい、デートマチックの写真ね、これカラーネガで撮ったんですけど、結構綺麗に写ってますよね。こんなカメラです。これね、レンジファインダーカメラでね、まあ、ピント合わせしかすることはないです。ピント合わせ以外は全部オートなんですね。またそのうちね、紹介しようと思ってる、動画で紹介しようと思ってるんですけども、非常に簡単に撮れるね、レンジファインダー入門にはいいと思います。ほんで、ものすごい安値で転がってます。500円とか300円で転がってるカメラになります。じゃあデータマチックの次、キャノネット QL17G3 で撮った写真いきますね。
このキャノネットなんですけども、僕のカメラ一番前玉のね裏側がねうっすらカビてるんですよ。で逆光はねちょっとハレーション出てますんですけど、まあまあ、雰囲気の出ていいかなと思って、まあ、載せましたけど、QL17G3 そのレンズ磨こうと思ったんですけど、どうしても外れないんですよね。カニメレンチで回してもどうしても回らないんで、もうしょうがないこのままにしようって思ってます。QL17G3 はね程度の良いものだと万単位の値がつくカメラになりますね。僕のはねシャッターが切れないようになってたみたいで、骨董品屋さんでタダでもらってきたやつがいじってるとそのうち動くようになって使えるようになったというラッキーなカメラです。露出系もちゃんと動いてますし、これはまあテスト撮影っていうこともありますけど、ほとんどオートで撮ってます。マニュアルでは撮ってないです。非常にね露出も綺麗に合う、北村さんのね店長も驚いてたぐらい露出が合ってました。次はねいよいよ今一番気に入って使ってる、ミノルタの α9XI の写真たちです。結構枚数多いですよ。よいしょ。どうだったでしょうか。α9 なんですけども、普及版のレンズがついてるんですけどもね、非常にこってり色が乗ります。で、これ見てもらったこの写真ですけど、これまあ PL フィルター使ってるのもあるんですけどもね、見た目よりずっと色が出ました。コダックのフィルムっていうのもあるんですけどね、ちょっと α9 ね、いろんなフィルムで撮ってるんで、フィルムが混在してますけども、まあ、雪景色のとか、この桜、これ桜なんですよね。梅みたいに見えるけど桜です。桜の写真もコダックで撮った。他は、富士フィルムの記録用100で撮った写真になりますけど、まあ、記録用100で撮ったね、写真もね、十分色が、出てると思います。次はね、ニコマート FTN、ニコマート FTN はね、もうこいつはレンズ 50mm 1本しかないで 50mm で撮ってます。ニコマート FTN の写真です。ニコマート FTN の、ね、写真、これね、まあ、この写真、ちょっと見にくいかな、もうニコマートで撮ったんです。フィルムはね、富士のアクロスで撮ったんですけども、この時ね、あんまりね、その光線状態が良くなくてもね、絞り解放に近い状態で撮ってるんですけども、でもね、その古いレンズでもニコンさんの、ね、レンズ解像力があるんですね。で、ニコンのね、そのボディっていう F マウントっていうのはね、フランジバックが長いんですけども、フランジバックが長くてこの解像度ですから、Z シリーズは多分すごいものになるんじゃないかなと思いますけどね。
じゃあ次は、キャノンの QF1、QF1 の僕のはね、バージョンアップした QF1 回とか、F1N とか F1 回とか言われてるやつです。結構な枚数撮ってます。撮りやすいカメラですね。F1N はね、まあ、FD レンズでいろいろ撮ってるんですけど、やっぱ名機って言われてるだけあってね、すごく合わせやすいです。で、中央部平均速攻、重点平均速攻ではなく、中央部部分速攻になる露出も比較的ね、合わせやすいんですね。で、まあ、僕のやつはね、ジャンク品上がりなんですけど、露出系も感動してて、まあ、タフなカメラなんだなと思いますね。シャッターのマーク速もね、適当に調整しただけで動くようになりましたしね。まあ、そんな感じです。じゃあ次はね、ミノルタのユニオマットの写真いきますね。はい、ユニオマットはね、まあ、紹介して間もないんですけど、とにかくレンズがいいですね。もう本当にね、ユニオマットの紹介の動画でも言いましたけど、本当ヘみたいなレンズついてる、ちっこいレンズついてるんですよ。まあ、キャノネットの、まあ、初代キャノネットがそうですけど、ヘ、まあ、みたいなレンズがついてるんですけどね、綺麗に色が出てます。で、キャノンの古いカメラと違って、ミノルタの、まあ、当時はミノルタじゃなくて千代田光学、まあ、ミノルタって名前もついてます、千代田光学だったんですけど、まあ、レンズも自社生産ということで、ね、いいレンズになってます。まあ、プラナーかなんかのコピーレンズではあるんですけどね。まあ、その次、もうミノルタ続きでミノルタ AL いきます。はい、ミノルタ AL はね、ちょっとレンズの状態が良くないんで、まあ、逆光でちょっとね、フレア広がってますけど、シャッタースピードがね、1000分の1まであるレンジファインダー機でね、レンジファインダー機としては結構現代的な撮り方ができる、カメラになりますね。で、稲が写ってる写真、これはね、PL フィルターかましてるんで結構いい色が出てると思います。まあ、なしでもね、夏みかんかなんかの写真は、結構いい色が出てますよね。ミノルタ AL の紹介の動画もね、ありますんでね、写真の露出の話とかもしてるんで、そちらも参考にしていただければと思います。最後にね、まだ
紹介の動画作ってない、今度紹介の動画作りますけど、ニコン F501 で撮った写真です。はい、F501 はね、レンズ、35-70 の F3.3 から4.5 っていうレンズ、今ちょっと F501 積んでないんですけど、これ F601 ですけど、こいつと同じレンズになりますね。35-70 ってね、一時代を、一世を風靡した画角でね、スナップ写真をね、撮るのにすごくいい。僕はね、結構好んで使ってます。 EF の3570とかも使ってましたし、2倍ズームでね、そのズームの割にはまあ、解像度の部分いいんですね。このレンズもちょっと開放にすると後ろがザワザワっとしますけど、まあ、解像度も文句なしでいいと思います。で、 F501 はね、そのうち紹介の動画作りますんで、またそちらで詳しく紹介していきます。銀塩写真はね、この辺で、次ね、一応デジタルでも撮ってるんで、デジタル写真を上げていきますけど、最近ね、このアルファネックス6とか、これ仕入れて、とうとうね、こいつね、エラーが出なくなって、普通に使えるようになりました。200円で買ったアルファネックス6に、オールドレンズの FD の24今つけてますけど、24mm つけるとちょうど35mm ぐらい、36mm になるかな、スナップ写真を撮るのに適したカメラになります。それとね、最近よく使ってるこれニコンの D100 なんですけど、まあこいつらで撮ってる写真もあるけど、大した写真がないんでね、まあこれもあるんですけどね、これ最近買ったね、中古で買った、5D のマーク3、もうあるんですけど、なんかね、これも簡単に撮れすぎてテンション上がんない。もう俺ぐらい来るとお前変態なんですね、はっきり言ってね。簡単に撮れたら面白くないんでテンションが上がらないという。まあ、簡単にいい写真が撮れるんでね、面白くないんですね。で、まあ、EOS One DS Mark III の写真が、メインになっていきます。あ、まあ、EOS One DS Mark III もね、簡単に撮れるっちゃ簡単に撮れたんですけど、5D Mark III に比べると、やっぱちょっと露出の癖があったかな。で、大半が、EOS One DS Mark III、もうちょっと壊れて今、持ってることは持ってるんですけど、動かなくなってる。EOS One DS Mark III と、EOS 5D の初代の写真1枚と 50D の写真1枚になります。ちなみにね、ちょっと打足ですけど、EOS One DS Mark III がね、壊れた理由、これね、皆さんちょっと大事に聞いてほしい。バッテリーなんですね。EOS One DS とか、まあ、EOS One シリーズはバッテリーが突然死するっていうトラブルがよく出るんですけど、で、バッテリーなんか何でもいいやと思って、俺、サードパーティーのね、バッテリー入れたんですよ。どうも、それが原因でね、壊れてしまって、バッテリー通信エラーっていうのでね、シャッターが切れなくなりました。だからね、バッテリーはね、どんなメーカーのカメラをお使いの方もね、できれば純正を買いましょう。絶対に信頼できるね、社外品っていうのは多分ないと思うんでね、もしね、お金が足んないって言うんだったらね、純正の中古でもいいと思います。バッテリーは純正を買いましょう。では、デジタル写真の紹介です。
はい、いかがだったでしょうかね。季節的のね、あの桜の写真もありましたけど、これ PL フィルターね、この時ね 77mm の PL フィルターもまだ持ってなくて買ってなくて、 PL フィルターなしで撮ってますけど、まあまあね、綺麗な色で写ってます。他にもね、この写真結構ね気に入ってます。これね、あの下から撮った写真になるんですよね。ちょっと段差があるところで花が咲いてるやつは、あの太陽、真ん中に太陽が映ってますけど、これで、逆光シンクロ、ハイスピードシンクロを使って撮ってます。この辺もね、あの完全逆光でハイスピードシンクロとかいうのもね、結構ね面白い写真が撮れます。新しいカメラでね、メーカー純正のストロボとかだと、あのハイスピードシンクロとか、バーオートバウンスとかね、いろんなね調光ができますんでね、昼間でもねストロボ撮影を、使うと面白くなってきますね。まあこの辺は、まあそのうち技術的なあの動画でアップしていこうかなと思ってます。今日の動画はねそんな感じです。大した写真はありません。参考になるかな。まあ今日ね紹介した写真、特にね銀塩写真なんですけど、銀塩写真の方はねもうタイトルをつけないとね見れない写真が多いです。ただね、写真を長くやってて、なんかのサークルとか、まあ写真部とか入って、あの月例の写真報告会とか、あのそういうのをねやってる人たちには、ね、多分分かってると思うんですけど、写真とタイトルってねもう切っても切れないぐらい大事な組み合わせになってきます。なんてことない写真だなって思っても、あのタイトルがついたらね写真の見方が変わってくるんですよね。で、今日紹介したね、写真、特に銀塩写真の方はね、あのぜひともね皆さん勝手にタイトルをつけて見ちゃってください。で、別に著作権とかどうでもいいんで、あの使いたかったら使ってください。使えるような写真ないかな。まあそんな感じです。次回はね、どうしようかな。いい写真が撮れたらこれいこうかな。これ結構ね、あのソニーのカメラ、もうこんなこと言ったらまた攻撃するけど、ソニーのカメラ大嫌いなんです。ソニーのカメラが嫌いというよりはソニーが嫌いなんですけどね。まあ理由はね、あの買ったらね、あの保証期限がね過ぎた途端にね壊れることがすごく多かったんで、あの特に腹立ったのが20何万も払ってね、あの高い金払って買ったあのテレビがね5年1ヶ月でねボンって煙を吹いて壊れた。腹立つったらない。あとね、あのパソコンのねその組み立てとか私できて、あの一時ね、あのパソコン教室をやってる人からね、パソコンの修理をやってくれないかって頼まれて、あの修理を受けてた時あったんですよ。業としてね、あの業としてね。で、あの修理に入ってくるパソコンって全部バイオなんですよね。もう NEC とかね、日立とかね全然入ってこない、バイオばっかりなんですよ。で、バイオのパソコンってねデザインとかにこだわってて分解しにくいんでね、もうねとにかくねバイオばっかりでイライラした。まあ、とにかくねそういう意味でソニーがあの嫌いなわけなんですけども、まああのこいつね、あの200円で買ってエラーが出なくなって、まあねその写りはね、写りっていうか、あの露出にすごい癖があります。まああのオールドレンズ使ってるかもしれないんですけど、でちょっとねその癖があるんでね面白いんですよね。もう変態なんでね、あの癖があったりね、あの失敗が多かったりしたらね楽しいんですよ。もう変態になってますからね。でこいつの紹介も行きたい。こいつはね、あのニコンの D100 って言って、まああのー3桁ね、D3 桁シリーズの第1号機なんですけども、センサーがね、あの CMOS じゃないんですね。何だったっけ、 CCD か、CCD でね、赤色がすごくいい色が出るんですけど、まだ今のところね、ちょっとパッとした写真が撮れない時間もないんでね、まあそんな感じでね、ちょっと何に行くかも、もしかしたらニコンの F501 の紹介に行くかもしれない、ちょっと悩んでます。ネタが多すぎてね、いろいろ悩んでるんでね、またちょっと気まぐれで行こうと思ってます。今週はねちょっと仕事緩かったです。年度末が終わって年度代わり、の第一週なんで、ちょっと仕事が緩いんでね、こんな明るい時間にね、こうとても明るいんですけど、動画撮ってます。で今回の動画からね、iPhone をマニュアル露出、をするっていうアプリを入れて、ちょっとねちょっとクオリティ上がったと思います。なんかね、Apple のマニュアル露出する
そのアプリもあるんですけど、720円もするんで、俺貧乏なんで720円も払えないんで、無料アプリで、なんとかっていう無料アプリ、なんだか名前忘れちゃった、入れてね、撮ってるけど、まあね、あの、露出、変わらずに、綺麗に撮れたいと思います。まあ今日の動画はそんな感じです。役に立った、面白かった、やってみようと思った、もうこれいつものパターンだね。と思った方、いいねボタン押してください。また、あの、写真のね、技術的な、お話とか、特にね、あの、そのうちね、この、まあ、さっきちょっと触れましたけど、ニュー F1、これスポット速攻で撮ってますけどね、あの、スポット速攻でマニュアルで撮るっていうのね、あの、撮り方をレクチャーしたりもするかもしれません。そんな感じでね、あの、そのうち動画上げていきますんで、また、よろしければ、チャンネル登録してください。もうね、1000人までね、あとね、130人切ったのかな、まあ、そんな感じでね、あの、もうちょっとで1000人。1000人いてもね、お金もらえる再生回数って全然ないんですけどね。まあ、どう発展していくか分かんないですけど、頑張っていこうと思ってます。それではまた、チャンネル登録よろしくです。それではまた。